6時10分です。古い家並みと新しいマンションが軒を連ねる埼玉県浦和市。人口46万人。都心の会社や学校へ通う人が多く暮らす町には、かつての武蔵野の面影を伝える緑も残されています。2400本の木々が続く欅並木。通りに木漏れ日を作ります。浦和市では住宅が増え始めた昭和30年頃から町の中の自然林を残すよう取り組んできました。家から少し歩けば出会える広場や公園では日曜日の散歩、買い物帰りの一休み。そこでいつでも目にするのがサッカーボールを蹴り合う子どもたちの姿です。浦和ではサッカーが街に溶け込んでいます。休日になるとどこのグラウンドでもサッカーを楽しむ人たちが見かけられます。サッカー少年団からママさん選手までチーム数は全部で180もあります。40歳以上の人だけが集まったチームです。第一線の仕事を終えて定年を迎えたサラリーマン、町のお米屋さん、校長先生だった人など、長年この町でサッカーを楽しんできた人ばかりです。70代は銀色、80を超えると金色のサッカーパンツが贈られます。敬意といたわりの印です。金色の藤波武蔵さんは81歳、サッカー歴は75年。小学校の時、当時週休と呼ばれていたサッカーに出会いました。いくつになってもサッカーを楽しみたいと、退職した後すぐにこのチームの結成を呼びかけました。現役時代のポジションはセンターハーフ。学生時代にはキャプテンとして全国大会にも出場しました。チームは月に一度は集まって練習や試合をしています。この日はチーム結成20周年の記念試合、ママさんチームを招いてのキックオフです。ボール一つあればいつでも少年時代に戻れる仲間たちです。浦和市常盤にある浦和市役所。ここで浦和のサッカーは産声を上げました。明治41年、
当時この場所にあった埼玉師範の学生たちが本格的にサッカーを始めたのです。埼玉師範の後を記す石碑、浦和のサッカーの始まりは東京の大学を卒業したばかりの一人の若い教師が着任してきたことがきっかけでした。細木史郎先生、当時23歳。細木先生は日本で初めてのサッカーチームのできたといわれる東京高等師範でサッカーを覚え、その楽しさを学生たちに伝えようと指導を始めました。明治41年、浦和で最初のイレブンです。運動帽に直足袋、胸のマークは埼玉師範の頭文字の S とフットボールの F です。部員たちがカンナで削った初めてのゴール。手作りで始まったサッカーはあっという間に学校で一番の人気競技になっていきました。卒業した学生たちは教師として赴任した学校でサッカーを子どもたちに伝えました。やがて浦和に次々と強豪チームが生まれて、今のサッカー王国の基礎が作られたのです。砂利だらけでしたけども、そこでボールを切りながら、ブクブクのボールでしたけど、楽しかったですね。はい、今のような立派なサッカーボールじゃないですね。とんでもない話ですね、もうブクブクのボールで。向こうに道路沿い金色のパンツを履いて今もサッカーを楽しんでいる藤波武蔵さんにとっても、ここは学生時代夢中でボールを追いかけた思い出の地です。あったんじゃないでしょうかね。そうですか、はい、そんなに立派な穴が、はい、懐かしいでしょ。懐かしいですね。学校の中に小学校8年、市販学校5年いましたから、各クラスにですね、ボール一つずつ配られまして、はい、それを大切に使って、東組と西組というのがありましたからね、それで春夏東西対抗運動会の時にやるわけですね。これがまあ楽しみの一つでしたですね。現在81歳になられて、そこでずっとサッカーを続けられる、そんなふうに思いましたですか、小さい頃。いえ、そんなに長くやるつもりもなかったし、やったっていう感じもないですね。今でもまだ若いつもりで、やったじゃなくて、過酷じゃなくて、これからやろうというような気持ちがありますからね。なんだ、変なスポーツですね、これは。変なスポーツ。やりたくなるんですけどね。今浦和のサッカーのシンボルになっている駒場スタジアムです。昭和42年の国体を機に浦和市が作りました。3年前に開幕したプロサッカー J リーグ浦和レッズのホームグラウンドです。試合の日には2万人近い観衆で必ず満員になるスタジアム。自慢は全国でも有数の美しい緑の芝です。プロサッカーの誕生に合わせて本格的に整備しました。芝を守る4人のグランドキーパーのリーダー、新井智之さん。小学校から高校までのサッカーの経験が買われ、5年前からグラウンドを任されました。芝の管理は初めてだった新井さんたちは、本や専門家の意見を聞きながら10ヶ月ほどかけて今の芝を根付かせていきました。水やり、痛みを気遣っての芝刈り、試合後のグラウンド整備、今では芝が頭から離れることはありません。こういう仕事に入ってよかったなと思われますか？やりがいはありますね。はい、植物のこと一切知らないで入って、こんなに大変なのか、難しいんだっていうのがあって、そういった意味ではやりがいがすごくあります。それにあれでしょ、
夜ライトに照らされて、はい、選手がそのライトの中にくっきりと浮かんで、はい、その選手の立つ芝が本当に綺麗な緑の色をしているというのは本当に嬉しいもんでしょうね。そうですね、まあ、僕たちが、ね、作った舞台でわーっとやるわけですから、はい、満足感みたいのはありますよね。縦105メートル、横68メートル、自分の庭のように端から端まで知り尽くしたグラウンドはサッカーの街の夢を育む誇りの舞台です。駒場スタジアムに近い北浦和小学校、浦和市内に最初にできた少年団チームの一つがあります。30年の歴史を持っています。思い通りにボールを蹴りたい、シュートをかっこよく決めてみたい、サッカー少年たちの一番楽しい時間です。少年団員はおよそ100人。この小学校の男の子の3人に1人はサッカー少年です。週末の校庭では一日中ボールの弾む音が響きます。この学校でサッカーを覚えた卒業生が後輩たちを教えています。監督の吉野光一さんは今年41歳、本職は八百屋さんです。21年間指導を続けてきました。最後の一歩行くだよ、最後一歩。ああ、ナイス。吉野さんがこのグラウンドで出会ったサッカー少年はすでに300人を超えました。今教えている小学生も、はい、ほんの数年後には仲間としても加わってくるわけですね。そうですね、今はあの教える側とそういう形ですけど、もう卒業すれば今度はサッカーの好きな仲間同士という形で、うん、もう20歳過ぎれば当然お酒も飲んだりもしますし、はい、いろんな相談にも乗ってきますし、そういう仲間ですね。もうこうただサッカーの勝ち負けだけじゃ続かないと思うんですよね。そういうつながりが一番大きいと思うんですね。いくら練習してもうまくいかず悔しかった日、思いがけないプレーができて自分でも驚いた日、お互いに励まし合いながら少しずつ変わっていく自分に気づいていきます。一つのボールを追いながら成長していく少年たち、少年たちが今一番楽しみにしているのは1週間後に駒場スタジアムでプレーができることです。初めての緑の芝での試合を目指すイレブンです。住宅街に囲まれた駒場スタジアム、一直線に伸びる道はグランド通りと呼ばれ、道の両側には野球場や学校のグラウンド、テニスコートが並びます。毎日のトレーニング、スタジアムでの応援、スポーツを楽しむ人たちが行き交う通りです。この界隈にも長い間サッカーと関わりを持ち続けてきた人たちが暮らしています。石澤君雄さんもその一人です。球場の応接間に作られた寄せ木造りのサッカーグラウンド、本物の300分の1の大きさです。持ち主の石澤さんはサッカー歴44年、サッカーへのこだわりが高じて作りました。今作ったらすごいですよね、きっと。
でも多分今でも誰も作ろうと思う人いないと思うんですけど。そうかな。いや、これはな、これはなアイデアだからな、アイデアだから。おじさんの場合さ。長年浦和でサッカーを指導し、今は女子チームを教えています。これ一回開いてもやっぱここで半分からこれのポジションというのはお前の。試合前の作戦会議や反省会。サッカーが好きで仕方がない仲間たちが集う小さなグラウンドです。だからゾーンっていうのはそれなんだよ。だからこれがゾーン、お前こっちのやつはこっちのゾーン、真ん中のやつはこれ全ゾーン、うん、駒場スタジアムの南にある細い路地、ここにサッカー少年を描いている画家がいます。正田節子さんは今年76歳。10年ほど前、お孫さんがサッカーを始めたのをきっかけに毎年サッカー少年を描くようになりました。正田さんは浦和市内の小中学校で30年間美術を教えてきました。初めてサッカー少年を描いたとき、記憶の中によみがえってきたのが教員時代に出会った少年たちでした。ボールをひたむきに追いかける子、勝利に歓喜する子、敗北にうつむく子、近くの小学校に通い練習する子どもたちを見て絵のモチーフを固め、3ヶ月かけて1枚の絵を仕上げます。作品のほとんどが100号の大作、ほぼ等身大のサッカー少年です。私サッカーのことなら少しは知ってるわよ。サッカー少年の躍動的な感じっていうのを私には思い出せるわよっていうような感じでね、やっぱりサッカー少年に一番身近にいる自分じゃないかと、そう思いますよ。それは接してきたからなんですね、子どもたちに、ね、うん、この絵は何を表現なさろうとしたんですか。題はね、少年の夢っていう題なんです、はい、で、まあ普通の少年だったらみんなそのサッカーの選手になりたいと今は思ってんじゃないかなと思うんですよね、それでその自分がそのサッカー試合の修場に立った時に、はい、あ、こうやってやろう、こういうふうに戦ってやろうとか、早く選手になりたいとか、そういうのがこの画面の中から見えればね、いいと思うんですけども。感情が素直に現れる豊かな表情、二度と同じにはならないしなやかな動き、いくら描いても描ききれない少年たち。澄んだ瞳には少年と画家の夢が重なり合います。夢中でボールを追い続け、ふと気がつくと暮れかかった夕日。夢の続きを明日に託します。夜の7時過ぎ、北浦和駅前が家路へと向かう人たちで混み合う時間帯です。この頃、にぎわいを見せる小さな横丁があります。赤い旗が目印の焼き鳥屋さんです。
店には地元のサッカー仲間が毎晩のように集まってきます。プロサッカー J リーグが始まった3年前からは応援帰りの人たちも加わるようになりました。この年になって汚れるの好きなのいないよ。だからね、汚れるのはさ、サッカーだと思ってるから昔から。え、汚れないで帰るとサッカーしてないような気がする。僕なんかファンクロス大好きだよ。ご主人の小林博之さんは学生時代はゴールキーパー、今は地元のサッカーチームに入っています。ここに店を出して14年、サッカー仲間が次々とやってくるようになりました。仕事帰りに仲間を見つけては立ち寄り、サッカーの話に疲れを癒す横丁の夜です。土曜日の浦和駅前、駒場スタジアムで試合が行われる日は街が最も活気づきます。スタジアムと駅とを結ぶ臨時バス、試合が始まる3時間前から長い列が続きます。スター選手に憧れる子どもたち、地元チームに親しみを感じる家族、そしてサッカーに明け暮れた青春時代を懐かしむ人たち。さまざまな夢を乗せてスタジアムへと向かいます。浦和に生まれた週末の新しい楽しみです。駒場スタジアムではサッカー少年団の招待試合が始まります。北浦和小学校のイレブンの晴れ舞台です。初めて踏みしめる緑の芝、浦和に住むサッカー少年の憧れです。ただいまより大泉町高砂サッカー少年団対北浦和サッカー少年団の大泉マッチを行います。子どもたちの生き生きとした姿を見るのが吉野さんにとっても一番の喜びです。思いっきり走り、思いっきり蹴った少年たち、満足感と思い出が刻まれます。少年たちの試合が終わると浦和レッズのイレブンの登場です。サッカーの街が一つになって応援できるチームの誕生は、サッカーを楽しむ浦和の人たちの願いでした。スタンドで揺れるビッグフラッグ、幅52メートル、12の数字は応援する全ての人がイレブンを支える12番目の仲間、グラウンドへ送るメッセージです。
自分たちの夢をグラウンドに追いかける北浦小学校の少年たち。ワクワクするようなプレーを目に焼き付けます。ボールがあればいつでも少年の夢がよみがえる町。ボールがつないできた人の輪は今町に新しい夢の力を生み始めています。